ルーマニアの歴史、ルーマニアの歴史を以下に記述する。ルーマニア、ロマニアは、ローマ人の国を意味するその国名からわかるように、バルカン半島における、ラテン人が形成した国である。だが、周辺のスラブ人と同様に、正教会をはじめとするビサンティン文化を受け入れたことや、オスマン帝国、ハプスブルク帝国の影響下におかれ、長らく独自の民族国家が樹立できなかったのも、 マニアの歴史の一つの側面と言える。また、冷戦時期の大統領ニコラエ・チャウシェスクによる共産独裁体制と1989年に起こった一連のルーマニア革命でも知られる。バルカン半島の東北部のこの地には、旧石器時代には人の定住した痕跡があり、石器や祭祀に使用されたであろうと思われる人形などが発掘されている。紀元前2000年頃に、 トラキア人から派生したダキア人が住み始め、紀元前514年のペルシア戦争では、ペルシアをダレーオス一世と戦い、その勇敢さをヘロドトスが記録している。紀元前60年頃には、ダキア人は統一国家を成立させた。2世紀の初めには、ローマ帝国のトラヤヌステが、101年から102年と、105年から106年の二度に、 渡るダキア戦争において、ダキア王でケバルを下し、ドナウ川遺北で、ローマ帝国の唯一の属州となる属州、ダキアが置かれた。ローマの属州になると、ローマ人の植民地化が進められ、ダキア人は、ローマ人と根結しローマ化が進み、これが、今のルーマニア人の直接の祖先となる。さらに、キリスト教がこの地域にもたらされることになり、二世紀から三世紀には、 キリスト教が普及する。ルーマニアでは、聖アンドレがダキアに、キリスト教を伝えたとされている。271年、ローマ帝国は、ダキアを放棄するとともに、ゲルマン系の西豪都族に異常、西豪都族支配下となる。378年からは、噴族の精神によって、西豪都族か、イベリア半島へと移り、その後の噴族の資産によって、 スラブ系民族の移住が進み、さらにブルガール人が千年頃まで支配した。このように、異民族が侵入、支配が続くものの、ローマ人、ラテン民族の特色は残った。10世紀には、各地に小国がいくつか成立し始め、ワラキア、トランシルバニア、モルダビア三カ国に修練されていく。そして、1 0十四年の大シスマの時には、ルーマニアの三カ国は、 東方教会に組み込まれていくことになる。そして、このうちトランシルバニアは、早くからカトリックを報じるハンガリー王国の支配下に入り、さらに、1310年には、アンジュか、ついで、ハプスブルク家の支配を受けた。この地域がルーマニアに復帰するのは20世紀初頭の1918年で、ある。残るアラキア、モルダビアは、13世紀には、タタール人に征服された。 14世紀には、タタール人を退け、ワラキア公国とモルダビア公国が成立。しかし、周辺から、ハンガリー王国、ポーランド王国、オスマン帝国などの脅威にさらされ、1415年には、ワラキア公国がオスマン帝国の創始下に入った。なお、ワラキアでは、吸血鬼や、串刺し口と、悪評されたブラドセペシュが、オスマン帝国とたびたび戦っている。 彼は少なくとも現代のルーマニア人からはオスマン帝国の侵略から守った英雄として捉えられている。一方モルダビア公国は辛くもオスマン帝国の支配から免れ、ステファン大公の時代にはオスマン帝国を破ることもあったものの、16世紀には自治を条件にオスマン帝国の支配下に置かれることになった。1699年のカルロビッツ条約以降、 この地域は、オーストリア帝国と、ロシア帝国の影響を強く受けることになった。1821年、ギリシャ独立戦争の行使として、トゥドル・ウラジミレスクによって、脇や放棄が勃発したが、これは、オスマン帝国によって鎮圧された。19世紀にはロシアが占領したが、オスマン帝国の創主下で、ワラキア、モルダビアの連合公国が成立。 1859年にアレクサンドリオアンクザが両公国の公家となり、1861年にルーマニア公国へと統合された。しかし、保守貴族が反発しクザは退位させられた。1866年には新憲法が起承され、ドイツのホーエンツォレルンイコールジグマディンゲン家からカロル一世が迎えれた。カロル一世は国内の近代化を推進し、 1877年のロット戦争に参戦。この年の5月9日に独立を宣言、オスマン帝国と独立戦争を展開、翌年のサンステファノ条約とベルリン協定で列強の承認受けた。1881年には、カロル一世は国王に即位し、ルーマニア王国が樹立された。第一次世界大戦では1916年8月27日に、 連合国側で参戦した。ルーマニア軍は、トランシルバニア地方の併合を目指して、オーストリアに進撃したものの、旧体依然とした体質と、敵ドイツ軍のエーリッヒフォン・ファルケンハイン、アウスト・フォン・マッケンゼンらの奮戦により、開戦からたった3ヶ月後の1916年12月6日に、首都ブカレストを落とさせられた。休戦後の1918年12月1日には、ブコビ トランシルバニア、ドブロジャ、ベッサラビアを獲得し、大ルーマニアを実現させた。第二次世界大戦では、独ソ不可侵条約を受けて、ホルティ政権下のハンガリーがトランシルバニアに侵入。また、スターリンのソ連もルーマニアに侵入し、ベッサラビアとブコビナを占領した。このような領土喪失に無意だった国王カロル二世に、国民の不満は高まり、王政廃止の原因となる。 その後、ルーマニアは、ファシズム団体鉄守団が、政権獲得後数軸国について戦ったが、ソ連軍侵攻により、1944年に、政変が起こり連合国につき、1944年のルーマニア革命、ナチスドイツと戦端を開いた。戦後、ベッサラビアとブコビナをソ連に奪われ、ソ連軍の圧力のもと、1947年の12月30日に、 人民政府が成立。王政は廃止され、ルーマニア人民共和国となった。1965年にはチャウシェスクが指導者の地位につき、国語をルーマニア社会主義共和国へ変更。1974年には大統領に就任し、独裁体制を敷いた。その間、アメリカ合衆国、西ヨーロッパ、中華人民共和国と外交関係を交わし、 東欧の異端児と呼ばれるようになった。急速で過度に重工業化を目指し、西側からの技術の導入や、機械の輸入で債務を膨張させた。対外債務は、被害輸出の結果完済したものの、国民の館と称する豪奢な宮殿を増援するなどの車子に走ったため、ルーマニアの経済は疲弊していった。ルーマニアには、石油が埋蔵されていて資源面で優位なことが、東西冷戦。 中蘇対立においても独自の立場の維持を可能にした。しかし、これはルーマニアをチャウシェスクの独裁国家に変質させる要因にもなった。ソ連にゴルバチョフが登場し、ペレストロイカをはじめ、1989年にはベルリンの壁の崩壊に連なる東欧の民主化の波はルーマニアにも波及した。ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアなど、 東欧諸国が無欠で民主化を成し遂げる中、チャウシェスク大統領は権力の保持を起としたため暴動が発生。ルーマニアだけは流血の革命による民主化となった1989年のルーマニア革命。1989年12月16日にルーマニア西部の都市ティミショアラでの牧師強制連行事件に対し市民は抗議運動を起こし、 当局はこれを鎮圧に乗り出したが、死者の発生が抗議運動に加熱化させる結果を招いた。国民のチャウシェスク独裁の不満は一挙に噴出し、暴動は首都ブカレストを含むルーマニア全域に広がった。12月22日にはチャウシェスクは全土に戒厳令を敷き、国軍による混乱鎮圧に着手する。しかし、国軍は大統領の命令を拒否し国民に合流。 彼らと治安部隊との武力衝突が首都を含む各地で繰り広げられた。ブカレストでは市民が共和国広場に押し寄せ、さらに共産党本部、放送局を選挙。もはやこれまでとチャウシェスクは夫人と共にヘリコプターで脱出を試みるが失敗、身柄を拘束されてしまう。これを受けて暫定政権として旧国戦線評議会が結成され、 数日で実権を掌握。事実上の政府となった。同票議会は議長にイオンイリエスクを選出。12月25日にはチャウシェスク夫妻は即決裁判で重殺刑となった。その様子は映像で世界中に配信され、ベルリンの壁の崩壊の場面と並び、東欧民主化を国際社会に見せつけることになった。 1992年の旧国戦線評議会の党大会では内部構想の結果分裂し同年9月には大統領選上下院選挙が行われイディエスクが大統領に就任その後民主化はされたが公室行率や経済成長の停滞で全党は多難なものとなり今も旧東王権では遅れをとっているまたトランシルバニア地方の少数民族である ハンガリー系住民との属問題を抱えている。2007年、ルーマニアは欧州連合 EU に加盟した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。